合同チームのキックオフにより試合再開となります。キックオフのキッカーは大谷大学57番が務めます。57番は長島、大谷大学の2年生の選手です。さあオンサイドキックでしたが、これは京都教育大学57番が抑えまして、自軍の攻撃権を確保しました。抑えました57番は若林、京都教育大学自陣36ヤードからのファーストダウン15です。パス成功。クォーターバック11番ターゲット71番にパスを通しまして約13ヤードのゲイン。パスを通しましたクォーターバック11番は戸田、取りましたターゲット71番は上野。京都教育大学セカンドダウン2、ボールオン相手陣31ヤード。タッチダウン。ランニバック0番、オプションプレーのピッチを受け左オープンを独走。相手ディフェンスをまくり、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。京都教育大学6点獲得。そしてトライ4ポイントに入ります。1点追加。クォーターバック11番プレイアクションからワイドレシーバー17番へのホットパス、これを17番ジャンピングキャッチし見事1点を追加いたしました。京都教育大学15点、合同チーム12点、逆転です。パスを取りました17番は旗本です。そして得点を挙げました京都教育大学のキックオフで試合再開です。さあ合同チームリターン入りました。リターンは24番中央突破を図りましたが、これは京都教育大学57番が見事タックルで合同チーム自陣21ヤード付近からの攻撃となります。リターンをしました合同チームの24番は藤井、大阪経済法科大学出身。タックルしました京都教育大学57番は若林。さあ合同チーム自陣21ヤードからファーストダウン15に入ります。タッチダウン。なんと合同チームこの反撃のシリーズワンプレーでタッチダウンとしました。見事なランを見せましたのはキャリア6番
素晴らしいステップワークで一気に逆転のタッチダウンを決めました。合同チーム6点獲得です。合同チームトライ4ポイント。さあそして中央へのパワープレーはどうだ。これもエンドゾーンには届いておりません。6点止まり。合同チーム18点、京都教育大学15点。しかし逆転となりました。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られます。先ほどのプレー素晴らしいタッチダウンを決めましたのは合同チーム6番上本、京都先端科学大学のランニングワークです。さあそして合同チームのキックオフで試合再開です。さあ京都教育大リターン入りました。これにより京都教育大学自陣35ヤード付近からの攻撃となります。京都教育大学自陣36ヤードからファーストダウン15。パス不成功。ここでクォーターバック11番パスを投じようとしました。しかしこれを合同チーム69番が見事なチャージによりパスカット、パス不成功に終わらせています。素晴らしい反応でこのパスを封じましたのは合同チーム69番の萩原、大谷大学出身のプレイヤーです。京都教育大学自陣36ヤードからセカンドダウン15。パス成功。クォーターバック11番プレッシャー浴びながらランニングバック0番にパスを投じましたが、しかし0番はこれをパスを弾きましたが、これをレシーバー57番がカバーし見事パス成功と書いています。これによりまして約8ヤードのゲイン。素晴らしい反応でパスキャッチを決めましたのは57番の若林。京都教育大学サードダウン8、ボールオン自陣39ヤード。さあそしてランニング枠0番に託し左オープン突破を図りましたが、これは合同チーム24番が見事なタックルをしまして攻撃権更新には至らせませんでした。素晴らしいタックル決めましたのは合同チーム24番藤井、大阪経済法科大学のプレイヤーです。
京都教育大学フォースダウン7。さあそしてランニング枠0番に託した。しかしこれも合同チーム24番が見事にタックルしまして、このランプレーによる突破をさせませんでした。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。ボードチーム素晴らしい反応を見せまして、京都教育大学のエースランニングバック0番木村のランを見事に封じました。失礼しました、0番は竹村のランを見事に封じました。さあ攻守変わりまして、合同チーム自陣32ヤードからファーストダウン15。さあそしてランニングバックにトスをしまして、右オープンへのランプレー。キャリア53番、味方ブロックを生かして大きくゲイン、約8ヤードのゲインとしました。53番はトヨタ手塚山大学のプレイヤーです。コードチームセカンドダウン7、ボールオンは相手陣39ヤード。さあ今度は中央へのランプレー。キャリア11番、託されまして中央突破を図り、約3ヤードのゲインとしています。キャリア11番は木村、大阪経済法科大学のプレイヤーです。ボードチームサードダウン4、ボールオンは相手陣37ヤード。ここでホイッスル。京都教育大学ここで後半1回目のタイムアウトを使います。このタイムアウト、第3クォーターのウォーターブレイクと変えます。試合再開です。合同チーム、サードダウン4、ボールオン相手陣37ヤード。ナイスラン、ファーストラン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。失礼しました、先ほどから申し上げております11番は、こちら松村ですね。失礼いたしました。先ほどのプレー反則はありませんでした。したがってプレーそのものが正当なプレーという扱いになります。合同チームのランニングバック11番松村の素晴らしいランプレーにより攻撃権更新になりました。合同チームファースター。
松村は大阪経済法科大学のプレイヤーです。合同チーム相手陣25ヤードからファーストダウン15。さあ今度は右のオープンへのプレー、キャリア6番に託し、6番約7ヤードのゲインとしています。失礼しました、約5ヤードのゲインです。キャリア6番は上本、京都先端科学大学のプレイヤーです。合同チーム相手陣21ヤードからセカンドダウン11。ナイスファースター、ランニングバック11番、トスを受けて左オープンへのスリープレー、味方ブロッカーを浮かして大きくゲイン、攻撃権更新のファーストダウンとしました。キャリア11番は松村、大阪経済法科大学出身のプレイヤーです。合同チーム相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功。クォーターバック4番、ここでプレーアクションのパス。ターゲット57番でしたが、これをキャッチできませんでした。パス不成功となります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、京都教育大学15点、合同チーム18点、合同チーム3点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。